違う。なんか今までやってきたのと迫力も違うし、生だからこそそのみんなで作ってる空気感、音の音量とかっていうのがあるから、どんどん相乗効果で盛り上がってくるから、お客様も出てる我々もなんか生バンドであるだけで毎回新鮮で楽しめるなって凄みがあります。もうやっとこうハンサムにシフト切れるから、なんか頭がいっぱいいっぱいの中でやるハンサムって相当楽しいんですよね。やっぱり本番やっと楽しい、本番がやっと楽しいあのやっぱり振り入れとかね、後半になってくるとやっぱりここ揃えようとかね、細かいところがね、脳みそもう一個欲しくなって、そうそうそう、本当に欲しい。最初は各々他の仕事もあったりでなんか揃わなかった部分が、少しずつしゅんさんはじめそういう講師の方々が教えてくださって、なんか揃っていくっていう一体感というのが生まれて、本番に向けていい準備ができているんじゃないかなって思います。リハーサルだけだったんですけど、なんかもう本番の映像が見えて、ここまで来れたんだっていう、ちょっとジーンというものがあったので、楽しみにしててほしいなって思います。やっぱハンサムっていいなって思います。こうやってこの期間でどれだけそのプロに近づけるかっていうのをきっとみんなが頑張って、死に物狂いでやる感じがハンサムっぽいなってすごい思うので、みんなキラキラしてていいなって思います。少ない時間の中でこう集まってキュッと集中してやってた感じなんで、少ない時間ですが皆さんと一緒に盛り上がれたらいいなって考えております。はい、そうですね。まあ僕はゲストの立場ですけど、もうそんなんもう後輩だもん。翔太さんゲストの立場なんですか？ちげえよ、もう後輩なんだ、もうなぎ倒して踏み倒してなぎ倒して俺が一番前に輝く、そうやって生きていきます。そうです、乞うご期待でーす。頑張ります。早くない？軽くないですか、ちょっと。でもいいね、もう明日だよ、明日。どうですか、全部込めました。緊張しそう？緊張、なんか音楽の方が、想像ができない。音楽の方がでかいですね。お、頼もしい。どう？すごい。絶対緊張しますよね。緊張しない、緊張しないって言ってきてますけど、いざ見たらもう緊張しちゃうと思います、最初は。まずはですね、こちら僕たちが着ている T シャツになります。これを着てね、ハンサムライブを楽しんでいただければ、より楽しんでいただけると思うので、ぜひチェックしてください。色もね、まあ青ですごい可愛いですよね。今回、ハンサムライブ中に使うかもしれない。もう主張がすごい。ついに出てきた、はい、ジーミー君。ジーミー君ね。はい、今回7色7色ございます。はい、こちらですね、まあ中身もすごく、もう盛りだくさんなものになってるんですよ。表紙もね、すごく可愛いんですよ。しかもですね、はい、なんと今回ここでしか見れない、先輩ハンサムスペシャル座談会が入っております。すごい。いやちょっとこのメンバー言いたいけど、まだシークレットということで、こちらはですね、集合クリアファイル、こちらかな、はい、と、鬼よりクリアファイルというものがございます、はい、鬼のように寄ってるってことですね。もうこういうことでございます。寄るね、寄る寄る、こんな感じでございます。寄るな寄るな、こんな感じで、これで、はい、ダブルマサキという、で、後ろをこう向かせると、はい、もう僕ですね、もう俺が一人目。これが、ジミー味ですね。はい、ジミー味シールでございます。あ、僕の名前出すところがさすがね、できるわ。ということでですね、はい、まあ会場にて、はい、ぜひ、グッズをたくさんゲットしていただければなと思います。以上、まさきかおると太田まさきでした。バイバーイ、バイバーイ。鬼より鬼より。最初の頃から培ってた先輩と今回初めて入った後輩の間に挟まれてる年で、架け橋なのかなって、なんかこう今までの思いを大切にしながらっていうのも知ってる僕たちじゃないとできないし、これまでのハンサムのファンの皆様がパッて振り返った時に、なんかこう頼れるハンサムがいなくなったとか思われるのはすごく嫌で、やっぱ現役ハンサムが
しっかりと、あ、この人たちにも未来託せるな、ハンサム託せるなっていう風にやりたいなっていう話を2人で話してたんで、やっぱそれを目指すべく結構厳しいことも言いましたけど、責任感みたいなものは僕もありますし、みんなに一人一人責任がついたのかなと思うので、まあ、いいものになると思います。必ずこう、ジーンと来る、夢に来るものが待っていると思うので、ぜひ期待を裏切るのもぜひ期待してきてください。いっぱい声出して、いっぱい動いて楽しんでいただければと思います。みんなで待ってます。とにかく全体的に本当にかっこよかったり素敵なものになっていると思います。本気で毎日取り組んできました。もうあとはやってきたことを信じて、リハでやってきたことを超えるつもりなので、僕は皆さん盛り上がる準備だけしてきてください。もう僕は全部ぶつけていきます。なんで、受け取れる方は受け取ってください。いろんな曲でありがたいことにソロパートをいただいておるので、そのソロパートでしっかりと狙ってるように頑張ります。ぜひそこ見ててください。僕のやる曲でその青春の感じだったりとか、すごいおバカな感じだったりとか、そういうのを感じてもらえたらそれだけで嬉しいです。待ってます。もちろん全員必死に頑張ってきました。演出もすごくかっこいいものをつけて、すごくキュートなものもつけてもらって、バンドの方々もすごくて、スタッフさんの熱意もすごいんですけど、一つ言いたい、俺だけを見ても